今夜も毎日おしゃれ可愛いセンシルの時間です。ねえ、というわけで今回もやっていきたいんですけれども。で、今日も見てくれた君、愛していますよ。ねえ、こんなことを汚なく言ってくる目になっていきたいもんですね。さあ、というわけでですね、今回もやっていきたいんですけれども。シャイニングタワーがリニューアルしたよ。シャイニングタワー上位6リング追加。6リング追加。もうね、今回から週2回になりまして、ね、金曜日から月曜日、金、土、日、月の4日間から、2回目、火、水、木の3日間、ね、の2回になったみたいですね。ランキング上位になれるチャンスが増えるよ。詳しくはお知らせを見てね。ね、シャイニングタワーがリニューアルしたよ。シャイニングタワーが大幅リニューアル。ミント、コーラル、ラベンダーリングの上にもっと強いライバルが集まる上位リングを6つ追加。さらに、ランキングが週2回の開催になるよ。これからは、毎日コーデバトルができちゃう。コーデバトルがないのは土日だけかなですね。うん、金、土、あ、違うか。金、土、日、月だもんね。いつ、こう、ランキングの結果発表なんの？月曜日の24時までから、火曜日の12時までが結果発表ってことかな。結果発表の時間短くなってね。はぁ、マジか。私のこのね、ランキングの、こう、5位までに入って、全部こう、選手プレイヤーさんの目に触れようみたいな、こう、野望がちょっと、あれになりましたね。いやー、でもこう、上位に入れるチャンスが増えるよっていうのは単純にね、いいことだと思うんですけれども。ねえ。いやー、そんな私のシャイニングタワーですけども。てか1位の方の名前すげえな。ねえ、今195ポイントで109位ですね。いやー、今回もね微妙なんですよ。ねえ、フェミニン、ピュア、クール、セクシー。え、セクシーが入ってんですよ。セクシーアイテムだから弱えんだって、うち。で、テーマさん、レトロな着物でおしゃれがある。ね、フォーマルウォームということで。ねえ、ちょっと私が強いゴージャスが入ってないんだな。で、そんな感じでシャイニングタワーがリニューアルということで、ね、もちろん今日もシャイニングタワーをね、やっていきたいわけなんですけれども、その前にですね、ね、こちらの方に、私のね、マイコートと名前が載っておりますので、ね、よかったらですね、フレンド登録してみてくださいね。さあ、というわけでシャイニングタワーやっていきたいと思います。さあ、今回も、うわぁ、今回もすげえなぁ。127位の方がいいかな。まとめてスタート。いやぁ、微妙だなぁ。14万点いけばいい方だね、多分ね。いや、ゴージャス入ってくれば17万点とかいくんですけどね。何つけよっかな。とりあえずいっぱいつけてみますか。あと、アイテム？フェミニンもつけてみます。お、15万点いった。でも15万点でもな、17万点ぐらい出してくる人いるんですよね。16万点いける？いけなかったさあ、一回やってみましょう。いやー、でもなんかどことなくこう、私と持ってるアイテム同じぐらいっぽい感じの方ですね。お、勝てたかな？スーパーウィン！やったぜ。しかしこの相手になる方の点数ってどうやって決まってんですかね？その辺もちょっとわかんないですけども。やったぜ、一気に20位も上がった。いや、昨日もね、しっかり、ね、35回やったんですけども、ちょっとね、微妙に負けが込んで、全然上に上がれなかった。ねえ、って感じなんですけれども、さ、やることも埋まりましたね。あとなんだっけ、今ね、シャイニングタワーでこの、イベントショップ、っていうのやってるらしくてですね。こちらもアイテム欲しいですね。ねえ、でもこれ5000ってたまんのかな？とりあえず1個ぐらいは取りたいですね。これかな？こん中だとどれがいいかな？やっぱり、ツインテールかな？ツインテールと、ツインテールか、この冥界の女王の上着かな？がいいですかね。ねえ、3月8まで。あー、でも3月8までなら5000ぐらいいくんじゃない？頑張れば。
とりあえずツインテールだけは撮りたいですね。そして毎回このなんだろう、シャイニングタウンのショップのアイメイクってないんだね。このなんかアイメイクも可愛いのにな、なんでないんだろう。なんか前回もなかったよね。なんだっけ、星空なんとかねえ、星空なんとかホロスコープだったかな。あれもアイメイクなかったですよね。どっかで撮れんのかな。ねえ、ちょっとわかんないですけども。さあ、それで今回はここまでです。いや、本当にね、シャイニングタワーのこの、なんだろう、リーグが増えてね、どうなっていくのかなっていう感じあるんですけども。しかし、なんですかね、1日35個の上限ってのは変わんないんですね、多分ね。ね、なんかこの、なんだっけ、ライバル選択へのとこに書いてある、あと30回っていう、ね、数字も前出なかったのに今出るようになりましたね、もうね。といった感じで今回はここまでです。ねえ、いや、ここまで今日も見てくれてありがとう。ねえ、また次の動画もぜひ見てくださいね。シャイニングタワーなんかすごい本当にいろいろね、アップデート入ってくるんですけども。ねえ、ストーリーもまだかな。8章早くやりたいな。しかしこれで行くと8章って何なのかな？おっとっと。人形の国。ね、秘密のアトリエが、なんだっけ、現実世界っぽい感じでですね、不思議の国、暗黒の国、妖精の国、魔法の国、サーカスの国、歌の国。次のなんかストーリーも予想してみます？何の国になるのかな。歌の国はなんか熱帯とか、このね、なんか動物モチーフな感じありましたよね。ねえ、そろそろなんかこう、宇宙的な、こう、近未来的な国が来んじゃねって思いますけどね。ねえ、私の予想は果たして当たるんでしょうか。それではまた次の動画で。